本日皆様に発表させていただきますのが、元オリンピック選手の腸内から新種のビフィズス菌を発見いたしました。腸内環境を研究する企業のオーブは、スポーツ選手700人以上の協力を得て調査を進めた結果、人に有効な新種のビフィズス菌を発見したと発表しました。オリンピック選手以来の新種の発見は世界初だということです。発見した菌は胃で死滅せず腸まで届きやすいとしていて、飲食品などへの応用に向けて安全面の検証を進めます。